はい、こんにちは、116インズです。今年のレギュラーシーズンも残すところあと1ヶ月ちょっとくらいの時期になってきましたが、ここのところトッププロスペクトの昇格に関する話題が増えてきた印象です。ここ最近上がってきた、あるいはこの動画を作っている時点で上がる予定と報道されている選手の例を挙げますと、ジャイアンツの先発左腕カイル・ハリソンですとか、レッズの内野手ノエル・ビ・マーテ、カージナルスの内野手メイシン・ウィン、ヤンキースの外野手エバーソン・ペレイラ、あとは今年のドラフトで1巡目指名を受けたばかりのエンゼルスの内野手ノーラン・シャニュエルが異例の昇格を見せたりといった具合で次々上がってきていると。シャニュエルはドラフトから時間も経っていませんのでまだ入ってはいないんですけれども、ハリソンからペレイラまでの4人はいずれも MLB.com が作成した球界全体のプロスペクトランキングで現在トップ100位以内に入るなど、いずれも将来を有望視されている選手ばかりで、今季残りの1ヶ月でどんなプレーを見せてくれるのか本当に楽しみです。まさにトッププロスペクト昇格の季節とも言えそうですが、ではなぜ今このタイミングで彼らはメジャー昇格を果たしてきたのか、ここが気になった方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、今回はなぜ今いろんなチームがトッププロスペクトを昇格させているのかという点を中心にお話していこうかなと思っています。はい、まずは当然ながら純粋にメジャーの戦力として期待しているから、ここはありますよね。プレーオフ争いをしているチームであればなおさらで、トレードデッドラインも過ぎてこれ以上の大きな補強もできない今の時期、ある意味今できる最大の補強がトッププロスペクトの昇格でして、トッププロスペクトの選手たちがその前評判にたがわぬ活躍をメジャーで見せてくれることに期待しているんじゃないのかなと。レッズで言えばジョナサン・インディアの怪我が想定よりも長引いていることがマーテ昇格の一因となったと思われていますし、ジャイアンツのハリソン昇格に関しても純粋な先発投手として起用されているのが、ほぼローガン・ウェブとアレックス・カッブしかいない厳しい先発事情に対処する側面もあるでしょう。またコンテンダーでなくても、例えばカージナルスがウィンを昇格させてきたのは、怪我人が出たので想定よりも早い時期での昇格だったかもしれませんが、ウィンを来季開幕から戦力として見据えている、今のうちにメジャーのレベルで試しておきたいという考えはあるでしょうし、今昇格させても来季開幕から昇格させても保有権の面では大きな違いもないですからね。それだったら早い方がいいという考えもあるんじゃないのかなと。もう一つの理由、多分これが圧倒的に理由としては大きいと思われますが、プロスペクトプロモーションインセンティブを見据えた昇格というのはかなりあるんじゃないのかなと。プロスペクトプロモーションインセンティブ、長いので PPI と略しますが、これは昨年春に MLB と選手会で結ばれた労使協定の中で新しくできた制度のことで、近年の MLB ではトッププロスペクトの昇格を意図的に遅らせることで FA 権の取得を遅らせることが半ば常態化していましたので、チーム側にトッププロスペクトの昇格を促すような制度となっています。具体的にはトッププロスペクトの選手たちがメジャーで活躍すれば、球団側にもメリットがあるような制度で、その選手が新人王を受賞するか、あるいはルーキーイヤーを含めて3年以内に MVP 投票かサイ・ヤング賞投票トップ3に入った場合、その選手を保有しているチームは翌年のドラフトで追加のドラフト指名権を得ることができます。昨年から始まったこの制度の最初の対象者となったのがマリナーズのフリオ・ロドリゲスで、フリオは昨年1年間メジャーでプレーし新人王を受賞しましたので、マリナーズは今年のドラフトでもともと持っていた全体22位指名に加えて、フリオが新人王を受賞したボーナスとして追加で全体29位指名も手にしています。ドラフト指名権はどんなチームにとっても価値のあるものですので、この時期にトッププロスペクトを上げるに際してこの PPI の対象となることを意識していると。プロスペクトが PPI の対象となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まずはトッププロスペクトであること、具体的には MLB.com、ESPN、そしてベースボールアメリカが作成するプロスペクトランキングのうち、2つの媒体で球界全体でトップ100位以内に入っていることが1つ。また MLB での累積の在籍日数であるサービスタイムが開幕前の時点で60日以内であり、かつ MLB 基準のルーキーに該当すること、MLB ではバッターなら通算130打席以内、ピッチャーなら50イニングか、リリーフピッチャーなら30登板以内、さらに共通してアクティブロースターの登録が45日以内でないと、ルーキーの基準に当てはまりません。これらを満たした上でルーキーイヤーのシーズン1年間 MLB でプレーすること、サービスタイムに換算して1シーズンがだいたい186日なんですが、そのうち172日以上プレーする必要があり、これら全てを満たした状態で新人王を受賞するか、ルーキーイヤーを含めて3年以内に MVP 投票やサイ・ヤング賞投票でトップ3以内に入って、ようやく球団に追加のドラフト指名権が付与されることとなります。条件がいろいろ細々とあるんですが、非常に大雑把に言えば、いわゆるトッププロスペクトがルーキーイヤーを1年間プレーした上でトップレベルの活躍を見せれば対象になると考えていただければと思います。で、これがなぜ今このタイミングでトッププロスペクトを上げることにつながってくるのかという話なんですが、今シーズンはサービスタイム的にもすでに残り45日を切っています。なので今昇格してきたプロスペクトについては PPI の対象となるサービスタイム60日以内ですとか、ルーキーの資格を失わずに済むアクティブロースターの登録45日以内ですとか、こういった条件に抵触することなくプレーすることができますので、あとは打席数ですとかイニング数ですとか、こういったところをケアすれば今季少しメジャーでの経験を積んだ上で来季 PPI の対象となると、昨年のフリオやラッチマンなどを見ていますと、あのレベルのトッププロスペクトでもメジャー昇格後最初の1ヶ月くらいは、マイナーとメジャーのレベルの差にアジャストするのに苦労していましたので、来季開幕から戦力と見据えているトッププロスペクトがいるのであれば、今のうちにメジャーのレベルを経験させることでアジャストするための時間を確保することができますし、来季に向けてもその経験は財産となる可能性もあるでしょう。もちろん全てのトッププロスペクトの成長にとってそれがいいこととまでは言えませんが、すでにマイナーであまりやることがないレベルで活躍している選手なら、今からメジャーで試す価値は十分あるのではないでしょうか。ちなみに今季 PPI の対象となっている選手のうち、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル、オリオールズのガナン・ヘンダーソン、怪我してしまったのが悔やまれますが、レンジャーズのジョシュ・ヤングあたりは今季新人王受賞の可能性があり、もしそうなった際にはチームに対してドラフト指名権が付与されることとなりますが、この3人は全員昨年2022年のうちからメジャーの舞台を経験した上で今季の活躍につなげています。キャロルもヘンダーソンも昨年の段階から活躍していましたので、今年デビューだったとしても結果はそこまで変わっていなかったかもしれませんが、ヤングは昨年26試合で OPS6 割5分4厘とメジャーの壁にぶつかっていた感はありましたので、昨年のうちに試運転のフェーズといいましょうか、アジャストの期間を消化していたのが、今年頭からの活躍につながった部分は多少なりともあるんじゃないのかなと。今の段階ではまだメジャーに上がるのが早い感じのような選手ならともかく、マイナーでもしっかり結果を残している選手であれば、早く昇格させるのは良さそうですし、トッププロスペクト昇格の流れがすでにあるあたりも各チームも似たような考えでしょうか。ということで、トッププロスペクト昇格の季節にはこんな理由が影響しているのではというお話でしたが、9月に入ればメジャーのアクティブロースターが現在の26人から28人へ2人増えることとなりますので、9月以降はさらなるプロスペクトの昇格もありそうですよね。今年中に上がってくるトッププロスペクトに関しては PPI を意識したものでありそうですが、果たしてその期待通り、今季少しメジャーを経験した後に来季1年間、チームが考えるような活躍を見せることができるのか、プロスペクトたちにとっても実力通りにメジャーに昇格できることはいいことだと思いますので、この制度によって今後もトッププロスペクトの昇格が続けばいいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。